こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では冬服に欠かせない7つの鉄板アイテムを皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。冬というのは夏に比べるとですね、着用点数が多いんですね。夏服というのは結構ですね、そんなに重ね着ができないんですが、まあ、冬服に関しては様々なお洋服だとか、あとは小物なんかをですね、重ね着しながら着こなしを構成するわけなので、なかなかですね、どれを選んでいいのかわからないという方も少なくないのかなというふうに思っています。そこで今回はですね、まあ、メンズファッションにおけるベーシックなアイテムの中から、こういったものを持っておくとすごく便利ですよというアイテムを7つこちらに揃えてありますので、皆さんに1つずつ解説をしていきたいなというふうに思っています。今回は結構量がありますので、早速1つ目から解説をしたいなと思うんですが、まずはですね、秋冬の着こなしにおいて主役になるアイテムからお話をしたいんですが、やっぱりアウター類というのはですね、間違いなく冬服の主役かなというふうに思っています。まず皆さんにお勧めしたいのは、こちらにあるようなチェスターコートというアイテムになります。こちらはですね、冬服の定番的なアイテムで、まあ、数年前にですね、トレンドアイテムとして出てきたんですが、ここ数年に関してはもう定番的な位置づけになっているのかなというふうに思っています。まあ、大人の着こなしにはですね、ややきれいめなアイテムがあった方がバランスが取りやすいんですが、まあ、このような小綺麗なロングコートが1着あるとめちゃくちゃ重宝するので、ぜひ皆さんもですね、揃えていただきたいなというふうに思っています。まあ、色に関しては様々なバリエーションがあるんですが、一番定番的なものはこちらにあるようなダークネイビーかなというふうに思っています。この色であればどんな方にでも似合いやすいですし、まずオーソドックスな着こなしを作る上では鉄板なのかなというふうに思っています。ただもう少し個性を出したいなという方は、ちょっと旬な色合いであるブラウンですとか、あとは上品な雰囲気が漂うベージュ系を選んでみるのも良いのかなというふうに思っています。まあ、最近ではこのようなチェスターコート、さまざまなショップで取り扱いがあるんですが、間違いなくおすすめはユニクロですね。定番のユニクロのチェスターコートに関しては本当にコストパフォーマンスが高くて、デザインもいいですし素材の質感もいいので、まあ、こちらからトライをしていただくのがいいかなと思っています。もう少し予算が割ける方に関してはセレクトショップのオリジナルがバランスがいいかなと思っていまして、中でも一押しはグリーンレーベルのものですね。色合いなんかもいいですし、あとはシルエットに関してもですね、少し今っぽいゆったりめのものもあったりするので、そういったものをですね、取り揃えていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目なんですが、これはダウンというアイテムですね。これも真冬においてはですね、鉄板で必ず揃えておきたいアイテムかなというふうに思っています。おしゃれは我慢という言葉がありますが、まあ、今の時代はですね、そこまで我慢しておしゃれをする必要もないかなと思っていまして、まあ、ダウンというものの中にもですね、すごくかっこいいものが今はたくさん増えてますので、どんどんダウンというものは活用していただきたいなというふうに思っています。ただダウンというのは先ほどのロング丈のコートに比べるとかなりカジュアルなアイテムなので、選び方には注意が必要かなというふうに思っています。ダウンの解説に関してはまた別の動画を用意していますので、そちらを見ていただきたいなと思うんですが、さっくりと解説をしますと、まずは装飾はですね、なるべくないものの方が使いやすいかなと思っています。で、色合いに関しては様々なバリエーションがあったりするんですが、まあ、鉄板はですね、ブラックかネイビーどちらかかなと思います。ただでさえですね、モコモコした形状なので、これで明るめの色を選んでしまうとどうしてもですね、着膨れしてしまったりだとか、あとはビビッドな色なんかを選んでしまうと悪目立ちをしてしまうので、できる限りシンプルなものを選んだ方がいいかなと思っています。まあ、その点鉄板なのはこちらもですね、ユニクロのシームレスダウンパーカー、もう定番になっていますよね。こちらに関しては一切の無駄がなくて、まあ、最初の一着としてはですね、すごく使いやすいダウンなのかなというふうに思っています。価格も抑えめなんですが、安っぽい感じも全くしないので、ベーシックでなおかつですね、ある程度予算感を抑えたいのであれば、ユニクロのダウンで間違いがないかなというふうに思っています。ただダウンというのはですね、一回買ったら結構長く着るアイテムなんですね。そこまでトレンドでガラリと雰囲気が変わることはないので、ちょっと背伸びをしてダウンを買ってみるのも良いのかなと思っています。そうなるとおすすめなのが、いわゆるセレクトショップのオリジナルのダウンになるかなと思っています。ビューティー&ユースですとか、あとはアーバンリサーチですとか、ナノユニバース、このあたりのですね、オリジナルのダウンがだいたい3万円から4万円ぐらいの価格帯になってるんですが、こういったもの決して安くはないんですけども、数年間は着るイメージでちょっと投資をしてみるのも良いのかなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、ダウンですとかコートの内側に着るものとして代表的なものはこちらにあるようなニットですね。ニット系がまず間違いなく定番的で使い勝手がいいのかなというふうに思っています。まあ、トップスにもですね、様々なバリエーションがあるんですが、ニットというのは
程よく小綺麗な雰囲気が漂うので、まあ、大人の男性にとって鉄板のアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、ニットに関しては何枚か持っておいた方が着こなしのバリエーションが出しやすいんですが、まず基本となるようなものは今僕が持っているような濃い色のニットがまずは基本になるのかなと思っています。まあ、先ほどご紹介したアウターがネイビーですとかブラックのものがメインになってくるかなと思うので、その内側に持ってくるものは黒ですとかダークグレーですとかもしくはネイビーですね、こういった丸首のニットがあるとですねめちゃくちゃ便利かなと思っています。一方でこういった濃い色のニットを着てしまうと着こなし全体がちょっと暗くなってしまうので、このような明るめのニットみたいなものも持っておくと便利かなと思っています。まあ、例えばホワイトですとかオフホワイトですとかライトグレーですね、このあたりのカラーがあると差し色的に使い勝手がいいのかなというふうに思っています。まあ、ニットに関してもですね様々なお店で取り扱いがあるんですが、やっぱりユニクロが強いですね。まあ、どちらもですね最近お店で購入したものなんですが、そこまで薄すぎず厚すぎず中肉厚のものが様々なスタイルにも合わせやすいので、ぜひユニクロで丸首のニットというところを探していただければなと思っています。まあ、ちなみにですね今回ご紹介したアイテムに関しては説明欄にですね全てリンクを貼っておきますので、そちらも参考にしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、こちらも同じくトップスになるんですけども、先ほどのニットというのが割と綺麗めで大人っぽいアイテムなのかなと思うんですが、4点目にご紹介するこちらのパーカーというアイテムに関してはカジュアルなトップスになりますね。まあ、先ほどのニットとは正反対のアイテムなんですが、こういったフード付きのパーカーというのがここ最近はちょっとトレンド的になっているので、1着持っておくと便利なのかなというふうに思っています。パーカーというと結構カジュアルなイメージを持っている方も多いかなと思うんですが、最近は無地のもので結構素材の雰囲気としても上品に見えるものが増えてるんですね。こういったものであれば着方次第で大人の男性にもですね結構似合いやすいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。こちらのカラーに関してもですねバリエーションを持たせるために僕自身は濃いものと明るいものそれぞれ2色持つようにしています。こちらに持っているのは今ちょっと旬なダークグレーという色合いになっていまして、こちらに関してはユニクロのホワイトのパーカーになっています。例えば先ほどご紹介したニットの方を濃いものにしてパーカーに関しては明るいものにしてみるっていうだけでもですねだいぶ印象が変わりやすいかなと思っています。特にこのようなパーカーというのはダウンと合わせるのではなくてチェスターコートと合わせるとバランスがいいのかなと思っています。チェスターコートはかなりきれいめなアイテムですが、その内側にこういったフード付きのパーカーを取り入れることで程よくカジュアル感が取り込めるかなと思うので、ぜひ皆さんにもですねパーカーというアイテム久々にトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて5点目のアイテムなんですが、ここからはボトムスになりますね。まあ、ボトムスに関しては僕はですねあまり季節感というのは強く出さないで年中使えるようなベーシックなものを揃えておくと便利なのかなというふうに思っています。そういう基準でお伝えすると、まず持っておいて損がないかなと思うのはジーンズ系のアイテムですね。ご紹介するのはこちらの2本になります。定番的なブルージーンズと結構きれいめに見えるブラックジーンズというアイテムですね。これはどちらかでいいかなと思うんですが、ぜひ皆さんにもですね慎重していただきたいアイテムかなと思っています。この2本というのは同じジーンズというですねカテゴリーではあるんですが、だいぶ印象が変わるかなと思っています。ブルージーンズというのは皆さんもご存知の通りかなりカジュアルなアイテムなんですね。先ほどご紹介したようなチェスターコートというのはかなりきれいめなアイテムだと思うんですが、そういったきれいめなアイテムに対してボトムスはこういったブルージーンズのようなややカジュアル感があるものの方がですね結構バランスがいいかなと思っています。チェスターコートというきれいめなアイテムに対してボトムスまできれいめすぎてしまうと、どうしてもですねビジネスの雰囲気が漂ってしまうので、このようなブルージーンズでちょっとカジュアル感を出すのもいいかなと思っています。一方でもう一種類のアウターであるダウンに関してはこういったブルージーンズを合わせてしまうとどうしても全身がカジュアルすぎてしまうんですね。そういう場合はこういったブラックジーンズの方が相性が良かったりするので、どちらにもですね活躍機会があるので、できれば2本持っておいた方がいいかなというふうに思っています。でジーンズに関してはこれはもう間違いなくユニクロがおすすめになっています。価格帯もこなれていますし、シルエットもですね体型によって様々な選択肢があるので、ぜひ皆さんの足に合ったジーンズというものを揃えていただければなと思っています。はい、続いて6点目のアイテムなんですけども、こちらもボトムスになりますね。ご紹介したいのはこれもですね定番的なアイテムで、あまり季節感がないものですね。まあ、確かにですね冬に活躍するような生地が厚めであったりだとか機能感があるようなボトムスもあるとおしゃれに見えるんですが、やっぱり1年間を通して使えるようなアイテムを用意した方がベーシックなアイテムとしては使い勝手がいいかなと思っています。そこで揃えておくと便利なのが、もうこの動画の中でもおなじみになっていますユニクロのスマートアンクルパンツですね。いわゆるスラックス系のもので、
センタープリーツが効いていて、綺麗めに見えるようなボトムスですね。先ほどのジーンズ系に比べると、もも周りですとかお尻周りに関しては少しゆとりがあるんですが、まあ、センタープリーツが効いているおかげで結構ですね、足が綺麗に見えるというところで、すごく使い勝手のいいアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、どういう時にこういったスラックスが活用できるのかというと、先ほどご紹介した中ではですね、ダウンなんかにはめちゃくちゃ相性がいいかなと思っています。上半身がカジュアルな時にこういったボトムスで引き締めてあげるだとか、あとはですね、パーカーにも相性がいいので、このような綺麗めなボトムスも季節を問わずにですね、1本は揃えておくと便利なのかなというふうに思っています。まあ、丈もですね、最初から少し短めになっているので、くるぶしあたりが覗く形になるんですが、春夏に関しては素足が覗くのがいいかなと思うんですが、秋冬に関しては少し柄物のソックスなんかを覗くとバランスがいいかなと思っています。まあ、使いやすいのは細めのボーダー柄ですとか、あとはヘリンボーンだとか千鳥格子の靴下なんかを揃えておくと、スマートアンクルパンツとスニーカーの間に靴下が覗いた時にもですね、バランスがいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ラスト7点目なんですが、最後はですね、小物になりますね。秋冬に関してはやっぱりですね、寒いのでちょっとした小物使いが結構重要になってくるかなと思っています。まあ、その際にですね、持っておいていただきたいのが、まず1点目はマフラーですね。マフラー類というのは一つ持っておいて間違いがないのかなというふうに思っています。特に一番最初にご紹介したチェスターコートに関しては、ジャケットと同じようにですね、襟の部分が開くんですね。その部分に対してこのようなマフラーで空間を埋めてあげるとバランスがいいですし、暖かいので、ぜひ皆さんにもですね、マフラーは揃えていただきたいなというふうに思っています。まあ、マフラーというものは結構選択肢が多いんですが、比較的ですね、顔周りに位置するものなので、ちゃんと投資をして上品なものを選んだ方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。ですので、これまでご紹介してきたものは結構ユニコで揃うものも多かったんですが、マフラーに関してはセレクトショップで買った方が僕はバランスがいいのかなと思っています。例えばグリーンレーベルですとか、エディフィスですとか、ビューティー&ユースですとか、あとはトゥモローランドですとか、このようなセレクトショップが結構マフラーのバリエーションが多くて、素敵なものも見つかりやすいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、今回は僕の私物のマフラーを持ってきたんですが、まあ、少しですね、着こなしの中に明るさを足したいのであれば、まあ、このようなベージュだとかブラウンのような少し柔らかみがあってコクのある色を使ってあげるとバランスがいいのかなというふうに思っています。もしくはこちらのようなネイビーですとか、あとはグレーですとか、このようなベーシックなカラーで構成されているような2色だとか3色使いのマフラーというのもすごくバランスがいいかなと思っています。このような色であれば、先ほどご紹介したチェスターコートとも相性がいいので、ぜひ使いやすいこのようなマフラーをですね、セレクトショップなどで探してみていただければなと思っています。そしてもう1点持っておくと便利なのが手袋ですね。こちらのアイテムに関しても結構選択肢が多いので悩みどころではあるんですが、今年僕が買ったのはこちら、ノースフェイスのグローブになるんですね。こちらは毎年定番で展開しているものになるんですが、めちゃくちゃストレッチも効いていますし、保温性も高いので個人的にすごく気に入っています。このようにブラックをメインとした色使いなんですけども、ノースフェイスのロゴが入っていることで少しスポーティーな見た目にはなるんですが、ダウンですとかそういったアウターにはですね、すごく相性がいいのかなというふうに思っています。一方でチェスターコートのような上品なコートに合わせるのであれば、こちらの写真のような表面がウールになっているような上品な手袋があるとすごく使い勝手がいいかなと思っています。このような手袋もですね、同じくセレクトショップで取り扱いがあるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では冬に活躍するですね、7つの定番アイテムをご紹介させていただきました。これらの7点のアイテムがあれば、冬場の着こなしとしては結構たくさんのバリエーションが作りやすいかなと思っています。まあ、トレンドによったアイテムというよりは結構ベーシックなものなので、今年だけではなくて来年再来年なんかもですね、比較的使いやすいのかなというふうに思っています。基本的にどのアイテムに関してもユニクロですとかセレクトショップで揃いますので、ぜひ皆さん今年の冬場の買い物の参考にしていただければなというふうに思っています。ちなみに今回ご紹介したアイテムはどれもベーシックなものが多かったんですが、もうちょっと中級者的なアイテムを知りたいですとか、トレンドのアイテムについて知りたいなという方は、最近僕が始めました YouTube のメンバーシップというものがあるんですね。そちらの方でちょっと通なアイテムですとかトレンドアイテムに関してはどんどん配信をしてますので、よかったらそちらの方も下のリンクからですね、確認をしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。